ドコモプライムシリーズ P-03C はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末であるドコモプライムシリーズの一つであるパナソニックのデジタルカメラブランドであるルミックスを冠とする初めての携帯電話となる その名の通り、ルミックスのデジタルカメラのノウハウを全面に出し、写真撮影機能に注力している。形状は、スライド、タッチパネル、スピードセレクターを搭載した、P、P-02B の後継に当たるが、P-02B はワンセグに特化した、ビエラ形態を名乗っていた。背面には、大型のカメラレンズとカメラグリップが搭載され、また大型のシャッターボタンも配置されており、 スライドを閉じた状態では一見、コンパクトデジタルカメラのような形状となる。デジタルカメラにおいては有効約1320万画素の CMOS カメラを採用し、画像処理のエンジンには、モバイルビーナスエンジンを搭載することで景色や肌の色、明るさといった被写体に応じて最適な画像処理を行うことが可能となる。またレンズに入り込む。 光の反射率を低下させ、光の像を軽減させる機能も、携帯電話のデジタルカメラとしては、初の機能となる。静止画のズーム機能としては、最大約16.2倍まで拡大させることが可能となり、またデジタルズームで発生するザラつきを、超解像技術により起こりにくくしている。カメラのズームは、スピードセレクターを回すことでも可能となっている。 フラッシュは高輝度フラッシュを採用している。カメラの機能の操作は基本的にタッチパネル画像によって行うことができる。P-03C には写真を撮った後も新たな機能、ピクチャジャンプが搭載されている。本端末の液晶部分には静電式のタッチパネルが搭載されていてタッチ操作で写真を自由に操作できる。 写真の一覧画面から画像を選択し、上へドラッグすると、無線欄を利用して PC へ自動でバックアップされ、右へドラッグすると、メールや SNS へ、添付投稿、送信が可能となる。また、左へドラッグするとお気に入りにチェックが入り、下へドラッグするとゴミ箱へ入れられる。また拡大した写真を左右に動かすと、ページをめくるような動作となり、 また指で画像の拡大縮小を直感的に行うことも可能となる。また撮った写真をタッチパネルを利用し色々いろいろとデコレーションすることもできる。その他に撮った画像をスライドショー表示できデジタルフォトフレームのように閲覧することができる。また待ち受け画面表示中に充電を開始した時にスライドショーを再生することも可能となる。ワンセグに関しては ビエラ携帯の冠はついていないが、パナソニックモバイルピークスプロセッサーにより滑らかなワンセグ視聴を行うことができる。その他録画要約、視聴予約機能やブルーレイ連携機能も搭載されている。本端末では NTT ドコモへ提供するパナソニックモバイルコミュニケーションズ製の携帯電話としては、初の Wi-Fi 機能が搭載されており、 自宅や公衆無線ム戦乱等のアクセスポイント経由でインターネット接続を行うことができ i、EE、e e 8 0 2 1 1 b ット G による最大 54Mbps の高速通信が可能となる Wi-Fi を利用してマイクロ SD カードに保存してある静止画を D 画で表示が可能となるオート GPS 対応以下のアプリケーションが購入時に プリインストールされているが、すべてのコンテンツを利用するにはあらかじめアップデートが必要で、コンテンツによっては外部メモリーを用意する必要がある。上記のアプリのほかドコモマーケットなどから様々なアプリケーションをダウンロードし利用することが可能となる。2011年1月27日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。 2011年4月14日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2011年8月31日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。ありがとうございます。